今回はアポストロスのピスカスやります。ギミックが重力、地雷、貫通で来い、仲間に触れると攻撃アップ、弱点ヒットで弱点移動、弱点10倍。いやなんかシュリンガーラみたい。今回の編成はタンポポ久々に使いますいや最近使ってないですねみたいなことしてない言われてるから、今回はギミック的にも合ってるし、弱点10倍だったら直殴りそんなに乗らないと思うんですよね。で、味方に触れたら攻撃アップ、あのアルマゲドン仕様で別に味方の触れた数は意識しなくていい、とりあえず誰か1体触れればいいから、あのバランと同じ仕様なのかな。なんでそれ触れとけば結構これタンポポいけると思うんですよね。あーいや味方に触れて殴って、あーこれゲージアイテムはタンポポ事故ったら飛行なんで、ちょっとそこだけ甘えさせてください。これでしょ。で、弱点移動が今ザコに飛んでたから、これ26の極みたいに、あれかな、ザコいるとめんどくさい方式な。うわ、しまったな。じゃあ弱点露出キャラ連れてくればよかったかもしんないな。で、それ旅行館で。でも弱点露出キャラって、このギミックだと、アポロなんですよね。アポロだと、その、この超バランスの、これ、なんだっけ、これの、条件が、確か、ラック100か、線形2種以上別だったはずなんで、なんか、運枠入れないとできないんですよね。なんかいいキャラいなかったんでやめました。で、倒すでしょ?おい。でも今んとこはそんなに加速雑魚もいるし、そんなに難しくなさそうな雰囲気あるね。っていうか図鑑見たとき、これ新友情のなんだっけ?ラウンドスパークか、あったじゃないですか。あれがなんか最後かと思ったけど、なんかそんなことなかったね。最後の枠は、これを?はい。うわ、やっぱりそっちゅうタイプか。しかもこれ靴雑魚だから倒せない系ね。うわ、本当に露出ないとしんどいな、これ。露出キャラ連れてこないとマジでこれまずいかもしれない。しかもこれ内部弱点だから何も役に立たないし、ポップの友情。はい。はい。これで削る。しかもこれ割と薄めにいかないとあれだな。2回弱点殴れなさそうな感じあるっすね。で、これ食らう。うわ、しかも速度ダウンだし、これ。SS 打つときにもらったら非常にまずいな。おお、友情で倒す。はい。で、削る。でも、靴雑魚の速度はかなり上がってるね、踏んだときの。ってことは、雑魚殴らないようにするか、はい。はい。で、これでぐるっと回って移動して、削っとく。はい。あと、神王の放電とかも強そうね。中心弱点だから、それでかなり削れる気がする。靴雑魚で加速して殴って倒す。確か3ステージじゃなかったっけ?アポストロスって。ボス前。あ、やっぱりね。だから確か6ステージ仕様じゃなかったかな?そうね。いやでも、なんか超絶も6ステージになってじゃないですか、最近。あれかな?なんか、SS たまんなくない?なんかそれちょっと思いましたね。なんかすげえぐだるか、なんか即必殺とかつけとかないと、なんか全然たまらなそうな。まあ、もしかしたら今後、こういう風な仕様が当たり前になったら、なんか即必殺必須みたいな環境になるかもしんないですね。横間、いや、縦の方がいいかな。薄い縦で、この靴とあれを交互に行った方が強いのかな。こっちで削るでしょう。はい。うん、でも難易度は、なんかそんな難しくなさそうな気が。やべ、タンポポの SS、これ1段階みたいな打ちでも。はい。削る。てっきりこれ新友情持ってるからこれがトレノバ枠だと思ったんだけどね。でかい。で、あとアポストロス。あのアポストロスはあの残り2つあるけど、残り2つは多分まとめてまとめて出してます。個別で出すとなんか動画多くなりそうなんで嫌だ。そしたらこれはとりあえずプヨ倒しての薄く横間で、はい。あ、そっか、やべ、味方に触れてなかった。すっかり忘れた。味方に触れないと強化されないんだっけ。靴雑魚あるから割となんか適当に当てたらなんとかなったら意外とごまかしてた。はい。じゃあそれで、はい、はい、はい。これ倒して、倒して。いや、意外とこれむずいぞ。速度ダウンする、蘇生する。あ、でも、2体蘇生なんだ。優しい。はい。これで速度を踏んで、こうって削って倒して、投げて移動させる。OK。
で、スピードアップは、これ邪魔なんで、ここでもう決めてしまいます。これ震えて加速。で、次上だったんで、こうかな。はい。オッケーオッケー。で、はい。で、これで倒して、ポップで倒して、でもこれ開幕、どうだろう、雑魚をある程度処理した方が良さそうな気がするんだよな。その味方に触れてから爆弾設置しないと、この仕様だとタンポポの SS 強化されないんですよね。だからそれでやっていきます。でもウォールボムで最後のアポストロスが図鑑見る限りはウォールボム2個のやつじゃないですか。パワー型でウォールボムで友情ブスついて、実質バランス型のウォールボム2個出せるよっていう。どうなんだろう、あれ使ってみたら強いのかな。なんか癖が強そうな気がするから、トレノバみたいになんかとりあえず当たっとけばみたいな感じなさそうな気がするんですよ。え、これは、これ置いといて、はい。これ上が、はい。上が分身で、上じゃない、上が本体、下が分身なんで、とりあえず弱点殴らず、これ、ここに設置して、で、ボスも一回殴ら、弱点移動もさせず行きます。はい。で、味方に触れてパワーパワー。はい。はい。あとはこれで、たくさん殴って、ヒット数も稼いで、いや、やっぱ稼げないよね、龍馬だけじゃ。ほい。お！ダメだ、ヒット数が、敵の数が少なすぎるのと、友情、調教スパパで30発しかないから全然ダメですね。いや、なんかもっと、いい友情来ないかな、ヒット数すごい稼げる。なんか、スパークマシンガンみたいな。なんか、400発の弾撒き散らすみたいな、そんな感じの友情。なんかすごい来ないかな、期待します。で、ポップって、まあ、これ4割、ね、2割か。2割削るんで、まあ、それでなんとかなるでしょ。はい。これで、はい、はい。はい。で、これで、加速、OK。で、HP は別に、あれだしね、弱点関係ないんで、2割だから。はい。なんか最近これすごい見かけるんですけど。はい、じゃあ覚えます。これが多分一番だから新友情なんで気になるね。まあ、これの使ってみます。はい、ごきげんよう。